どうも、イヤホンヘッドホン専門店イヤホンのまるちゃんと、同じく、イヤホンヘッドホン専門店 PR スタッフのかおちゃんです。はい、今日はですね、先日私の愛機の後継モデルの N6 Pro 2をご紹介させていただいたんですけれども、今回 N6 Pro 2に続いてヌアールよりですね、 N6 シリーズのコンパクトな兄弟機で知られる N6 mini の後継モデルが出たということで、今回ご紹介させていただきたいです。それがこちら、N6 mini シリーズ2スペシャルエディションでございます。で、お値段はですね、イヤホンウェブ価格で12,980円です。はい、こちらの製品ね、このちょっと大きいサイズの N6 Pro 2とはどういう違いがあるんでしょうか。はい、この N6 Pro 2はですね、音質重視で、一応作られたイヤホンでして、N6 mini SE はコンパクトさと使いやすさ重視で作られたイヤホンでございます。ただ N6 mini 2 SE はこう前モデルの N6 mini からですね、ドライバーも変わって Bluetooth チップも新しくなりまして、使いやすさだけではなくて音質もパワーアップしたっていうのがこの N6 mini 2 SE なんですけど、でさらにですね、ゲーミングモードも搭載、されたりと、もう使いやすさがレベルアップしたっていう。なるほど、はい、めっちゃ進化してるんですね。めちゃくちゃ進化したということです。はい、今回はですね、 N6 mini 2 SE のご紹介だけではなくて、N6 Pro 2とどう違うのか、N6 ミニとの音質の違いなどですね、比較を行っていきたいと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。はい、はい、それでは早速ね、開けていきましょう。これね、未開封のサンプルでございますんで、はい、開封をしていきたいと思います。はい、これパッケージね。はい、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 入れまして、はい、おっ、おっ、はい、はい、これを開けると、はい、おー、わ、めっちゃ綺麗。こちらがブルーね、カラバリのね、はい、そうですね、ロイヤルブルーですね。はい、はい、じゃじゃーん、はい、うわ、すっごい鮮やか。はい、で、付属品がですね、まずタイプ C の充電用ケーブル、うん、これね、はい、N6 ミニから引き続きの抗菌シリコンイヤーピースですね、4ペアでして、はい、S、MS、ML が付属しております。はい、こちらが抗菌素材を使用したシリコンイヤーピースで、こう長期間使っても抗菌力が低下しにくいっていうのが特徴で、単品でも販売されていて、人気のイヤーピースがついています、はい、めっちゃ柔らかい、はい、柔らか系ですね。そうですね、はい、カラーバリエーションが、ロイヤルブルーと、ホワイトシルバーの2色になっております。はい、中身はこんな感じになっております。で、ちょっと本体取り出してみますね。本体がこんな感じです。どっちもね、色がね、なんか落ち着いてて爽やかな色な感じがします。なんかこう男女問わずに選びやすそう、はい、そうですね、カラーですね、はい、合わせやすい。ヌアールってこうデザインはシンプルなんですけども、こうデザインもすごくこだわっていて、高級感があるところも好きなんですけど、はい、なんか色も単色ではない感じで、この絶妙な、ね、確かにね、色の感じが深みのある青とっていう感じで、はい、はい、すごい絶妙な色が目を引きますね。はい、では次に N6 mini と N6 Pro 2の大きさを比べてみましょうか。充電ケース並べたらこんな感じなんですけど、全然違うね。全然違いますね。やっぱりミニなだけあって、はい、ね、こっちは本当に手のひらに収まりそうな小さいサイズ、やっぱ Pro 2はね、大ぶりな感じになります、はい、で、N6 ミニのケースってアルミ製、はい、そうですね、アルミ製、金属製でなんかちょっとひんやりした質感で、で、大きさも全然違うんですけども、操作も N6 Pro 2は物理ボタンなんですけども、ここね、はい、操作、そうですね、押すボタンですね。で、はい、N6 mini 2 SE はタッチセンサーを搭載しているので、タッチで操作が可能となっております、次、じゃあ重さを測ってみましょうか。はい、まず充電ケースに入れた状態で、はい、約 63g で、本体が単体で、7.6g ですね、はい、一方で、N6 mini 2ですね、 N6 mini 2 SE が 44g ですね、約で、イヤホン単体が約 4.7g なんで、はい、重さはやっぱり全然違う。そうですね、で、4g 台って完全ワイヤレスイヤホンの中じゃかなり軽量な部類に入ると思います。はい、で、続いて装着感も比較していきたいと思います、はい、それではまず N6 mini 2から装着してみます。はい、なんか装着感とてもいいですね、やっぱりなんか奥まで突っ込めるタイプで、耳にべったり吸い付く感じではないので、圧迫感は少ないです。イヤホンの先端がなんか独特なこう耳型を取ったようなカーブで、多分これのおかげでこうねじ込むことなく奥まで入りやすい形になってくれてるんだなと思いますね、あとはやはりこのイヤーピースとの相性もいいと思います。なんか耳の奥まで押し込まなくても適度な遮音性を得られるようにと作られているイヤーピースになりますので、やっぱ軽くつけただけでしっかりと固定されて安定感を感じられるのかなと思いました、フィット感いいね。
めっちゃいいですね。なんかね、普通にこうやって持って押し込むよりも先端部分を手で押し込んだらすごい奥まで入り込んで、はい、いい感じです。一方でこの N6 Pro 2あるんですけども、はい、これと比較して装着感はどうですか？ N6 Pro 2はこう耳の奥まで入れようとしなくてもイヤーループが自己回転のこのくぼみのとこに引っかかってくれるので、うん、まあ、圧力を分散してくれるので、うん、圧迫感少なく安定感がありますね、うん、はい、そうね、なんかフィンがついてるもんね、はい、あの Pro 2のここにフィンがついてるんで、うんはい、うん、ここでこうしっかりと支えてくれる感じで、まあ、逆にミニ2はもう耳の奥までギュッとこう入れて、はい、しっかりと固定するタイプなんで、はい、うん、ミニの方が装着感はしっかりめ、そうですね、でプロ2の方がなんか表面でこう引っかかってるような感じ、うん、はい、まあ、その感覚の違いはそうですね、うん、を感じました、はいはい、個人的にでもつける時の手軽さは、うん、プロ2かな、うん、でミニの方がもうシュッとこうね、そうです、入る感じが、はい、はい、すると思います。で、私があの耳が小さくても、うん、どちらでもまあしっかり入るんですけれども、うん、なんかやっぱりスタイリッシュに見えるのがやっぱ N6 ミニ2 SE、かなと思いますね、うん、はい、やっぱりちょっとプロ2はみ出るもんね、そうですね、耳からやっぱり入ってるんですけど、うん、見た目ちょっとはみ出てしまう、うん、筐体がどうしてもねちょっと大きめなんで、はい、厚みがある、やっぱりね、そう、厚みがなんか違うよね、うん、ほら、その分ちょっと、ね、はみ出やすいっていうのがあるかもしれないね。だからその N6 プロ2の音が好みだけどちょっと耳入らなかったなっていう方ですね、あの全然 N6 ミニ2 SE はねつけることができると思うので、うん、あの耳がとても小さい方におすすめしたいですね、はい、はい、じゃあ次は音質の感想を、はい、お願いします。あの N6 ミニ2 SE の音質なんですけども、うん、久しぶりにシンプルなことを言うんですけど、めっちゃ音綺麗だなと思いました。はい、女神の泉みたいなね、こう透明度のある透明度の高いボーカルと、全然わからない例えがもう女神のような美しいようなボーカルと迫力感じるバックサウンドが素晴らしいなと思いました、うんうん、はい、なんか全体的に音のバランスが良くて癖の少ない印象ですね、うん、中古域は特に綺麗で、うん、音が近くで鳴っているようなこう迫ってくる音質だなと私は感じました、うん、でコンパクトさ、まあ、使いやすさっていう重視ですって歌ってるんですけれども、音質重視と変えても納得できるような解像度の高い音質だと思いました。音もしっかりしてるね。はい、しっかりしてます、うん、低音は強くないんですけども、アタック感が強くて、うん、あの物足りなさを感じることのない程よい低音ですね、うん、確かになんか全体的にこう透き通ってて、うん、研ぎ澄まされたかっちりとした音質ですね、はい、やっぱり N6 ミニ2はね、はい、うん、一方で初代 N6 ミニと比較すると、はい、ちょっとこっちの方が温かみのある音なんで、うん、はい、かなりちょっとガラッと方向転換をしたように感じたんですけど、はい、うん、私もですね、やっぱりあの、うん、N6 ミニの方がなんかすごい音が丸くなんか優しい音質に感じるというか、うん、はい、N6 ミニ2 SE は結構重厚感のある、うん、あの音で迫力を感じられましたし、まあ、広域の鳴り方が少し派手になった感じで、うん、そうね、はい、奥行きを感じやすくなりました、うん、音が分厚くなったのと、うん、あの細かい音の表現力が格段に上がりました。そうね、はい、カリッとしてる感じかな。カリッとしてます、ね、一方で N6 Pro 2比べたんやけど、これもまた全然違うね、うん、これ傾向が全然違いましたね、うん、はい、なんかあの、うん、N6 ミニ2は音がダイレクトに届いてくる感じで、ね、うん、はい、もうガッとくる感じで、うん、N6 Pro 2はあのすごい広がりのある音質に感じました、うん、はい、なんか N6 Pro 2は結構左右から聞こえてくる音の分離感が綺麗で、うん、あのまあ、どこで鳴ってるかっていう音の定位感がめちゃくちゃ分かりやすいですね、うん、N6 ミニ2はどっちかといったらコンパクトに展開する、そうですね、うん、音質なんで、なんか好みな感じがするな。そうですね、やっぱりなんかどっちがいいとかっていうのはやっぱり好み、うん、傾向は、うん、違うよね。はい、そうですね、うん、なんかどちらもそれぞれに良さがあって、うん、まあ、私がちょっと思ったのは、うん、まあ、音が近くて激しめな、うん、まあ、ロックやアップテンポな曲が好きな方は N6 ミニ2 SE で、うん、なんかボーカル重視で、まあ、オーケストラとかの広がりを感じる開放感ある音質が好みな方は、うん、N6 Pro 2がね、いいんじゃないかなと、ね、おすすめじゃないかなと思いました、うん、はい、解像感重視の N6 ミニ2、うん、はい、広がりとかその厚み重視の N6 Pro 2かな、はい、個人的には。で、ね、はい、でお次は、ね、スペックをご紹介いたします、はい、
で、N6 ミニからも大きく変わった要素が4つあります。はい。はい、なんか1つ目はね、ドライバーです。あの N6 Pro で採用されていた、うん、炭素カーボンナノチューブの複合振動板の 6mm ダイナミック型フルレンジドライバーのヌアールドライバー N6V5 に換装して、さらに特許技術の HDSS を採用しています。で、その HDSS っていうのが、うん、あの筐体内部の空気圧や反響の影響による濁りを防いで、あの再生音をクリアにするっていう技術を採用されています、うん、はい、なんか奥行きと立体感ある自然な音を再現するっていうことで、まあ、確かにその奥行きとかね感じられたんで納得しました、うん、でここからはですね N6 Pro 2とあの同じ特徴になります、うん、あの最新のクアルコムチップの採用と左右独立通信のクアルコムトゥルーワイヤレスミラーリング、はい、ああそうね、じゃあもうチップの世代が新しくなったと。そうですね、はい、QCC3040 を採用していますね、うん、はい、クアルコムトゥルーワイヤレスミラーリングっていうあのスマートフォンなどの、 あのプレイヤー機器との左右同時接続を実現する技術が採用されています、はい、まあ、その環境の変化に合わせて自動的にあの親子機を切り替えてくれるので接続もスムーズで接続安定性なども大幅にあの向上するメリットがあるということで、はい、そして3つ目は低遅延モードを搭載しました。あの独自の低遅延通信のゲーミングモードをですね、うん、搭載しておりますので、まあ、コーデックに関わらずあの低遅延なワイヤレス通信が可能となっております、はい、あ、じゃあもう動画用のコンテンツとかにもぴったりじゃないですか、はい、そうですね、 N6 ミニはついてなかった、はい、その低遅延で楽しめるということで、はい、じゃあ音楽だけにもとどまらずいろんなコンテンツ楽しめるっていう、はい、そういうことですね、機能搭載されてるんですね、そして4つ目はその通話時や外音取り込み機能の音声の音質の改善ですね、うん、周囲の騒音を低減して明瞭な音声通話を実現するツイン CVC のマイクを搭載しているので、あの N6 ミニよりもさらに通話品質も向上しております、うん、はい、はい、マイクの音を録音してみたので聞いてみてください。はい、ヌアール N6 ミニ 2SE を使って音を録音しております。音質の方はいかがでしょうか。ヌアール N6 ミニ 2SE を使って音を録音しております。音質の方はいかがでしょうか。続いてスペックのご紹介をさせていただきます、はい、あの N6 ミニと同じなんですけれども Bluetooth コーデックは aptX と AAC、SBC に対応しております。そして IPX7 の防水に対応しておりまして、水面下15センチから1メートルで30分間沈んでも、まあ、大丈夫な強さなので、あの急な雨や汗をかくね、この季節外でも安心してお使いいただけます、うん、そしてバッテリー駆動時間はあの SBC と AAC 使用時は本体のみで約8時間、うん、aptX 使用時は約 5.5 時間で、充電ケースと併用して約32時間の連続再生が可能です、うん、はい、はいはい、なんか N6 ミニ 2SE はですね、やっぱ充電ケースも本体も小さくて防水性能も高いので、外で気軽に高音質で音楽を楽しみたい方や、あの装着感もいいので、まあ、スポーツやダンスなどで使いたい方におすすめしたいですね、まあ、あとは N6 Pro 2の音が好みだけど、まあ、耳に入らないというようなね、耳の小さなお客様にぜひ N6 ミニ 2SE をお試しいただきたいです。そして N6 Pro 2は最大音量の調節やイコライザーが使える専用アプリ対応ですし、あの聞き疲れしにくい装着感と音質にとことんこだわっている方におすすめしたいです。 N6 ミニ 2SE では出しきれない音の広がりや迫力を感じられるので、音質一択で選ぶのであれば N6 Pro 2をおすすめいたします。また全店舗で試聴機がございますので、あのぜひ実際に聞き比べてお試しいただければと思います。以上、イヤホンヘッドホン専門店イヤホンのまるちゃんと、はい、かわちゃんがお送りいたしました。はい、ただいまチャンネル登録者数10万人を目指しておりますので、ぜひご登録高評価何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様、さよなら。